んにちは、魔女のまじみちゃんだよ。2021年の F1 は序盤戦の4戦を終えた時点でドライバーズランキングトップのハミルトンに対し、2位のマックスは14ポイント差、コンストラクターズはトップのメルセデスと2位のレッドブルの差は29ポイントとなっています。昨年の第4戦を終えた時点だとトップのハミルトンが88ポイントでマックスは36ポイント差のランキング2位でした。コンストラクターズではメルセデスが146ポイントでトップで、2位のレッドブルとの差は68ポイントあったので、今年2021年のレッドブルホンダの躍進ぶりが数字としても現れています。しかし数字的に見ればまだそんなには離れていない両チームとの差は実はとてつもなく大きな差かもしれないのです。今回はあまりにも強すぎることが判明した王者メルセデスとレッドブルの違いについて考えてみました。メルセデスは現行のハイブリッドパワーユニットとなった2014年から昨年2020年までの7年間でドライバーズとコンストラクターズの両タイトルを総なめにしています。そんな黄金時代を築いているメルセデスに対しては、これまでフェラーリやレッドブルがシーズン中に何度か優勝するなど抵抗を見せていました。しかしシーズンが終わってみればメルセデスに大差をつけられ、結果的に全く相手にならなかったと言えます。そのメルセデスの中心人物は、なんといってもすでに7度のドライバーズタイトルを獲得しているルイス・ハミルトンです。現行パワーユニットとなった2014年から今年2021年の第4戦を終えた時点での計142レースでのハミルトンの成績は、優勝が76回となり、勝率は実に 53.3%、 2位にまで入ったレースだと計101回あり、その確率は 71.1%、 3位表彰台までを見るとその回数はなんと115回となり、ハミルトンは 80.9% の確率で表彰台を獲得していることになるんですよ。ハミルトンはその間にわずか7回しかリタイアしておらず、なんとポイント獲得率は 95% となっています。昨年のサクヒールグランプリでは新型コロナウイルス感染により欠場を余儀なくされてしまいましたが、ハミルトンは出走さえすれば 95% の確率でポイントを獲得し、そのうち 80.9% で表彰台、 71.1% で2位以内、そして2回に1回以上となる 53.3% の確率で優勝しているとんでもないドライバーなのです。メルセデスはエースのハミルトンの安定感、活躍によりコンストラクターズタイトルを量産していると言えるでしょう。対するレッドブルのエースのマックス・フェルスタッペンのここ3年のシーズン序盤4戦までの成績を見てみると、ホンダのパワーユニットを搭載し始めた2019年の獲得ポイントは51ポイントで、2年目の2020年も前年とほぼ変わらない52ポイントを獲得していました。しかし今年2021年はスロースターターの汚名を払拭し、開幕から絶好調で第4戦を終えた時点で4戦中1勝、その他の3戦では全て2位となり、すでに計80ポイントを獲得しているので、飛躍的にマシンの戦闘力が上がっているのがわかります。冒頭でもご紹介しましたが、ハミルトンとマックスのポイント差は14ポイント、メルセデスとレッドブルの差は19ポイントしかないので、今後のシーズンの成績次第ではレッドブル・ホンダとマックスにはまだまだタイトル獲得の可能性は十分残されています。しかし F1 チームは2大体制で戦っているので、コンストラクターズタイトルを獲得するためには当然ながらもう一人のドライバー、つまりセカンドドライバーの成績が重要となります。それではメルセデスのセカンドドライバーのバルテリ・ボッタスのここ3年の開幕4戦を終えた時点のポイントを見てみましょう。2019年は4戦すべてノートラブルで完走しており、獲得ポイントは87ポイントで、この時点でハミルトンに次ぐランキング2位でした。2020年は
一戦でマシントラブルが発生したためノーポイントでレースを終えていますが、獲得ポイントは58ポイントで、前年と同様にこの時点でもランキング2位をキープしていました。しかし今年2021年はラッセルとのクラッシュで1レースをノーポイントで終え、獲得ポイントは計47となっており、数字的に見ても年々獲得ポイントが少なくなっているのがわかります。このようにレッドブルホンダのマックスは結果的にボッタスからポイントを奪っていると言えるでしょう。つまりマックスはメルセデスのセカンドドライバーのボッタスを相手にするのではなく、エースであるハミルトンへの直接的な挑戦権を得たと言えるかもしれません。ではここ3年のレッドブルのセカンドドライバーの開幕4戦の成績を見てみましょう。2019年にレッドブルに昇格したガスリーは開幕戦を11位で終えたものの、第2戦から連続入賞、第4戦ではマシントラブルでリタイアとなり、獲得ポイントはこの時点で13ポイントでした。2020年のアルボンは開幕戦こそノーポイントでしたが、その後の3レースでは全て入賞し、計26ポイント獲得していました。アルボンは前年の2018年のシーズン途中からレッドブルに昇格していたため、先ほどのガスリーよりはレッドブルのマシンに適応する時間があったと思われ、それが獲得ポイントの差となっている可能性があります。そして今年2021年レッドブルに移籍したペレスは徐々にマシンに適応している段階で4戦中3度の入賞を果たし、計32ポイントを獲得しています。ペレスは雨となったエミリア・ロマーニャグランプリで慣れないレッドブルのマシンということもあり、痛恨の単独スピンを喫しノーポイントでレースを終えていますが、もしドライでの決勝だったとしたらメルセデスを苦しめていた可能性もあるので、今後に期待が持てます。このようにあくまで数字だけを見ると、ガスリー、アルボン、ペレスと年々獲得ポイントが上がってきているのがわかります。スペイングランプリでハミルトンに敗れたマックスはこう語っています。メルセデスは後ろのペレスとの間に大きなギャップがあったから、たやすく2回目のピットストップをすることができたんだ。ペレスがもっと近い位置にいたら、彼らは2回目のピットストップをすることができず、レース終盤にタイヤの状態がいい方が有利になるという展開になっただろう。つまり今後の両タイトル争いはレッドブルのペレスが非常に重要となるということなのです。メルセデスは急遽ドライブしたラッセルでも早く走れることができ、いきなり優勝かと思われるレースを披露しました。この事実がメルセデスの最大の強みかもしれません。つまりボッタス、ラッセル以外の誰が乗っても早く走ることができる、セッティングの幅が広いマシンということになります。対するレッドブルはマックス寄りのマシン作りともいえ、それがセカンドドライバーの獲得ポイントに現れていると言えるでしょう。それを考えるとマックスの神がかりな速さによりメルセデスに立ち向かってはいるものの、チーム力という観点で見ればメルセデスとの差はまだまだ大きいと言えるのではないでしょうか。今シーズンはシーズン中の開発が全てと言えそうなので、ペレスが自信を持ってメルセデスに挑めるようなマシン作りがレッドブルの課題と言えるのではないでしょうか。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。バイバーイ。